この,ちゃんにの時間がやってまいりましたはいいよいよ10月でございますけれども、8月に続いて9月もあっという間でした。暑い季節はなかなか早く過ぎ去るのかもしれませんけれども、えっ、ー、と、まあ、そうですね、うちの大学も、あの、だんだんとオンライン授業が減ってきて、対面授業へと復帰しつつありますけれども、まだまだコロナが予断を許さない状況でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、えー、相変わらずですね、9月の初めから、えー、こちら、歴史群像、 のえー、10月号でございますね私は、えー、海軍兵学校70期、えー、元海軍隊員の小川春夫さんの、えー、記事を書いております貴重な経験ですのでぜひお読みください、えー、まだ、えー、ちょっとした本屋さんだったら売ってるはずですのでよろしくお願いしますはい毎月の歴史勉強塾歴勉、えー、大阪は次回10月28日名古屋は10月29日広島は11月7日でございます広島が復活しました、えー、詳細は、えー、SNS などご覧ください はい。で、今回、えー、自民党総裁選が10月29日に、えー、まあ、開票されまして、で、えー、結果はこちらでございました。あ、これは、まあ、あのー、 決選投票前でございますけれども、はいえーまあ、メディアとしての本命の河野太郎さんは255票、岸田さん256票あ、これね、合計はあのわずか1票差なんでございますけど、この議員票の差がもう決定的だったわけですね、でえーまあ、岸,田が岸田さんがこれで、あのーまあ、河野さんとの決選投票になって、えー、岸田 文を総裁、まあまあ、高市 支持者たちが、えー、岸田さんに、あの、投票したので、えー、岸田文雄総理が誕生したということでございます。まあ、あの、岸田総理、広島出身でございますけれども。まあ、あの、昔ので言えば、あの、加藤友三郎首相、そして、あの、池田勇人首相に次ぐ広島出身の首相でございますね。まあ、宮沢喜一さんという方を広島に数えるか、東京に数えるか、なんでございますけれども。まあ、保守、保守色の強い人は、あまり宮沢さんを数えたくない。 いらしいんですけどもねで、えー、高市候補は前線いたしまして、議員票で言えばあの河野候補の1.5倍近く取ってるわけですね、まあ、ちょっと党員票が及ばなかった、党員票で言えば、ね、あの河野太郎候補の半分以下ですから、ここが課題なんだろうと。まあ、野田成功 候補は、まあ、ちょっともうはるかに及ばないという感じなんでございますけれども、まあえー、仮にあのの、えーとまあ、そうですね、野田聖子候補の た票が全部高市候補に行ったとしても、まあ、あのちょっとさ、えー、再下位になってしまいましたので、まあ、今回は残念でした、まあ、ここでも言い続けてきた通り、今回の総裁選、高市候補は、私はもう高市候補をバンバン応援してましたけど、まあ、厳しいっちゃ厳しいというのは、本当に最初から分かっていたんですが、まああの、重要な役割を果たしましたよね、どういうふうに重要な役割を果たしたかということは、まあ、ちょっとこの後言っていきますけれども。 まあ、あの一番重要なのはやっぱり河野太郎に脳が突きつけられたということですよ。河野太郎が、まあ、あの本当にメディアでは、ね、人気、これメディアで人気というのが、まああのうんまあ、味噌というか癖あの強いところであの、うん、メディアで人気というのが、まあ、あの味噌というかネックというか、えー まあ,これあ,のある意味では石破さんに近いところありますよね、石破茂氏もメディアで大人気、あるいは野党から大人気なんですけれど蓋を開けてみるとっていうことになったわけですよ、ね、メディアが河野太郎候補を表するときに、まあ、最初は河野太郎がもう本命だと、河野太郎になるだろうぐらい思ってたんで,すでしょうけれども、だんだん旗色が悪くなってくるとです、ね、じゃあ、なんで河野太郎があの嫌われるのかといや、嫌わないであげてよと言わんばかりの,、ね、あの河野太郎推しな記事も結構目立ち まああの非自民勢力とか、まあ、はっきり言えば反日勢力にとっては、河野太郎がもうありがたいんだとは思います、あるいはお隣の国からすれば河野太郎がありがたいんだと思いますけれどもね、はいでえーまあ、例えばこういう方もこういうことを言ってましたね、<laughs> えーはしえー、これはトースポの29日、まああの、決まった直後かな、あのはいえー、総裁選で。えー 岸田文雄総裁が、まあ、決定した直後の、えー、記事でございますけれども、橋本徹氏が自民党総裁選投開票の予想外の展開にこの2週間無駄だった。はい。29日放送の読売テレビ系、えー、情報ライブミヤネ屋では、えー、元大阪府知事の橋本徹氏が出演。 予想外の展開となった自民党総裁選投開票について開口一番、いやー、長田町は恐ろしいと、強、えー、嘆したと。1回目の投えっと、回目の投票では1位河野太郎氏、2位岸田文雄氏というのが多くのメディア専門家の予想。河野氏が1回目で過半数を取れるかどうかに注目が集まっていた。ね、蓋を開けたら1位岸田氏、2位河野氏、しかも議員票では3位の高市氏が河野氏を大きく上回るという結果となった。えー、これには、えー、憶測でしかないが、えー、安倍さんの力は大きかったと試験を述べ、えー 河野さんは高市さんの出馬で割りを食ったと指摘、その上で予想外の展開に総裁選予想に終始した期間について、この2週間、無駄でしたと苦笑したということで、まあ、あのん政治評論で橋本さんとね、私,があの私はこうなんかこう、えー、競い合おうとあまり思いませんけれども、まああの 河野さんが高市さんの出馬で割れ送ったというのは、これ、多分ねあね、聞いてる方を誤解する人も多いと思うんですよ、なんか高市さんがあの出馬しなかったら、あのその純粋な票数の意味であの河野さんに票がいったぐらいに思ってるのかもしれませんけれど、えっと単純な票の移動で言えば、高市支持層は河野,久久久野 指示には回りません。これ思想が全然違いますからね。ただ、ただ、あの、この、河野、河野さんが。高市さんのすばり、割りを食ったという話に一理あるのは、あの。 高市さんがもう安国参拝、あるいはあの夫婦別姓反対、皇位継承、男系男子維持、これをあのもう断固として言ったことで、そこが争点になったときに、河野さんの、河野候補のあやふやさがもう、あからさまに出てしまったわけですね。そういう意味で言えば、あの高市さんの出馬で悪いを食ったというのは、もうあの、ある意味その通りだと思います。で、まあ、あの、メディア専門家がそうしたからどうかなんていうのは、まあ、は,はっきり言えばどうでもいい話で、まあ、あの現実として、岸さんが勝ったと。 まあ、つまり河野さんではダメだめだ河野さんを総裁にならしてはまずい河野さんを総裁にしては、まあ、あの自民党の次の選挙だけで言えばちょっと有利になる面もあるかもしれないけれどもしかし、な日本がだめになると、まあ、そういうことをやっぱり危機感を持った自民党の議員さんたちが、まあ、ちゃんといてくれたということを私は信じたいと思います、信じたいとかでこういうのが甘いって言われるのかもしれませんけどね。は、まあ、はっきり言えばもう橋本徹さんは なんていうのかな。政治の現実を見るシ、シビアな目を持った、まあ、評論家、あるいは批評家としては、もうちょっと第一線から退けきつつあるんじゃないかと私は思ってます。えー、前も言いましたけどね。橋本さんに私感謝してるんですよ。大阪府民として、ピース、あ、大阪府民、そして大阪出身者として、大阪で生まれた人間として、ピース大阪の本当にね、とんでもない、あの、 展示を変えてくれた。ね。そう、そういうふうな、あの、ちゃんとした、え、功績も終わりだったから、そういう意味では、あの、橋本さんにも感謝してるんですけれどもですね。まあ、こういう見方でしか、ちょっと詳細性を見れないということであれば、ちょっとね、あの、大戦。 のあのそういう現実を、まあ、批評する目、あのこう予想する目というのはちょっとあのもう鈍ってしまったのかなというふうに思います。まあ、もちろんもう願望で言ってるだけだっていうんだったらもうそれまでなんですけれどもね。でこうこれちなみにでもこういうのは橋本さんだけじゃありません。まあ、もうこれ、マイにョニトマがないですけれども。 えー、こういう記事もありました。ダイヤモンドオンラインの、まあ、これも29日の、これは投開票前でございますけどもね、投開票直前の記事でございますが、えー、河野叩きが総裁選でなぜ起きる自民党改革と企業内ベンチャーの共通点。これね、K、あの早稲田大学の経営学の教授が書いてるんですけど、まあ、この小難しいことを書いて、ちょっとね、あの、まあ、とりあえずどういうことを書いてるかというと、えっ、ー、と、支持率が頭一つ抜けているのになぜ河野大臣は叩かれるのか。えー、自民党の総裁選が大詰めを迎えている。毎日 新聞が9月26日に発表したええっと選挙戦終盤の世論調査でも河野太郎行政改革担当省が45%の最も支持率が高くついで高市早苗前総務省と岸田文雄前政調会長が並んで18%野田聖子幹事長大工は7%となっており河野氏は自民党支持層に絞った中継でも47%とトップとなっている一方で最近では河野氏の考えや政策に批判的な記事が増えアイ,ラドアイラドットは河野太郎 氏が総裁選票読みで伸び悩み決選投票へと報じるなど先は,先は不透明だと言って、まあ、なんで河野氏が本来人気なのにあの総裁選で伸び悩んでるのかというようなことを言ってるんですが、まあ、この人はちょっと、まあさっての方行ったというかね。 経営学は専門ですから無理やりこじつけてなんんんかこここうう結びつけけけたででししょうけこんこょょどどななとととと言っっっててるちち略すけれどもなぜここに来て、河野叩きが増えたのだろうか。出る杭は打たれるので、それだけ河野氏が総裁候補の本、総裁、総理総裁の本命候補と認識されてきたことが一番だろう。どんなに批判のネタがあったとしても、もし当選の可能性が低い候補であれば、多くの人はそうした候補に見向きもしない。本格的に自民党総裁に手が届いてきたからこその批判であろうし、政治家への批判がメディアで行われることは民主政治で 健全なことだ。しかしなぜ河野氏はこれほどまで世論の人気があるにもかかわらず自民党内で批判的な声が大きくなるのであろうかこの理由を考えるときに既存事業で成功を収めた大企業が新規事業に取り組むときの経営上の困難さと同じメカニズムが働いているように見える既存の大企業は大きな不確実性にさらされ非,非連続な変革を求め,る求められることに弱いアメリカや日本の多くの経営学研究が既存組織はこれまでのやり方に沿って組織が効率化されるのでこれまでとは異なる変化にる 弱いいことを示しているまた既存組織の慢心や組織的な感性成功体験に対する自身が変革を妨げるとしているレオナルド・バートンというかもう,もう,もう学者の名前が出てきた時点でもう皆さんも読むのしんどくなってきたと思いますねこの辺でしますけれども いやあなたが経営学専門にやってるのは別にもう好きにやってくれたらいいんですけどねまあほんまにこ,こんな安っぽい評論しないでくださいと河野太郎という人間がどういうことを考えて何をしてるかというのをね一切無視してこんなこと言っても全く無駄ですはいあの別に領域教団型の研究素晴らしいと思いますあの分野を超えてねいろんなことを批評したり比較研究したりそういう視点は学問研究でも大切ですけれども肝心なことを、まあ、知らないか見てない、えー、レベルでこういうこと言ってもま 全く、ね、あのこれは傾聴に値するものにはならないとしか言いようがないわけですけれども、つまりね、まず世論の人気があるっていうことを、なんかもう、なんか規定の話としてね、あの確定した話として、論じてる時点でね、なんかこう、あの世の中というのを見誤ってるんじゃないでしょうかね、この教授さんは。 えー、まあ、つまり、世論に、世論、鍵格好付き世論の人気があると言っても、それはテレビメディアとかに作り出された世論じゃないですか、そんなものは。ね。で、テレビだけ見れば河野さん素敵に見えますよ。もっと言えば河野さんのお父さんだって素晴らしい人に見えたような感じでして、私も子供心に河野洋平という、まあ、あの時期は自民党がゲアした時期なので、まあ、それ相応のなんか扱いではありましたけれども、なんか河野洋平が悪い人、えー、とんでもない、あの、 <laughs> まあはっきり言いますけど、国賊、売国奴みたいな人間だなんていうことはテレビだけを見てたら伝わってきませんでしたからね、はっきり言いますけどね、はい、でそれともう一つは、ですねなんか企業内でどうこうとかね、なんかこうあの、改革する人を邪魔するとかなんか言ってますけどあの、これはもう多くのメディアが言ってるんですけれども、 別に河野太郎さんは歯に気抜きせぬ物言いをするから自民党のね、同僚議員に嫌われてるのではありません。いや、そういう、あの、そういう要素がなきにしもあらずかもしれませんけど、そんなことは二の次です。はい。 やっぱり永田町というのは、まあ、本当になんか、まあ、政治家というと腐敗ということばかり思い浮かべる人もいるかもしれませんけどそれでも、ね、やっぱり日本の国を思って政治家やってくださっている方が一応集まっている場所ですよ、まあ、一部の勢力を除けば、ね、もう一部の革新的な反日勢力を除けば、えー、そういう方々が一応ね、まあ、い,いろんな錯誤があったりとか誤,算誤解や誤算があったりするかもしれませんけど一応日本,のために日本のためにと思ってなかったらあんな国会議員なんていうしんど 仕事できませんからねでそういう人たちにとって河野太郎をそう,そういう、ね、自民党の方々にとって河野太郎をあの総裁としてあの選んでいいのかどうかといったときに、はいえー、河野太郎氏のやっぱり主張あるいは行動。<laughs> まあの 後者はね、まあ本人の行動に加えて、まあやっぱりお父さんの河野洋平による河野談話のイメージとか、あるいはその弟の,あの河野太郎さんの弟次郎さんね、太郎次郎の次郎さんの、まあ、日本端子という企業が中国とどういう関係にあるかとか、そういうちょっと周辺要素に、まあちょっとあの、左右されてるところもあるのかもしれませんけど、やっぱり主義主張ですね。 えー、例えば、皇位継承の男系男子を、まあ、ないがしろにするとか、まあ、少なくともなんかこう、男系男子の継承にこだわってないとかね、あるいは、あの夫婦別姓もまあいいんじゃないかとかね、あるいは、靖国参拝だって興味ないみたいな、そういうのを見て、あ、こういう人だ、自民党の総裁としても、あの、総,あの総理大臣としてもふさわしくないと思われたとしても、全く不思議じゃないわけですよ。そういうふうな思想的なことを全く度外視し,して、こんなこと言っても意味がないわけで。でその 勇敢、えっと、夫人のこれ、えっと、長谷川幸宏さんの記事はあのそれなりにちゃんと説得力が上がりましたね、これ,これ,は,これはもうずいぶん前ですよ、投開票の投開場前ですけども、もニュースの確信、本音を隠したリベラル路線から軌道修正の河野氏と、1年で鳩派から返信の,あの岸田氏。 まあこれあの河野さんも岸田さんの土に対しても褒めてはいないんですけど、えー、高市氏は高橋氏を割り切り全面、野田氏は今後に注目。まあこれあの、まあ投開票の10下も前ですけれども、それなりのまあなんかこうね、あの、 まあ、やっぱり本質を見抜いた見方だと私は思いますけれども、えー、各種世論調査ではちょ、ちょっと長いけどね、重要なあのところをついているので、ちょっと読みますけれども、各種世論調査では、自民党総裁選は今のところ、河野太郎行革担当省が他候補を引き離しているようだ。ただ、言うまでもなく、投票するのは自民党の党員というと国会議員だ。世間の人気と選挙の勝敗は必ずしも一致しない。それを踏まえた上で、河野氏の発言を辿ってみると、あ、追ってみると、従来のリベラル路線 から微妙に軌道修正してるる様子が伺える例えば原発について従来は脱原発を唱えていたが明日とか1年後といった話ではなく当面は原発再稼働を容認するに変わった女系天皇4人についても皇位継承は有識者会議の議論を尊重すると言い方を変えている。まあ,あの 女系天皇はダメとも言ってないというのがポイントなんですけどねで、党内保守派の支持を集めるためにはウィングを広げざるを得ないという話なのだろうが、果たして基地と出るかどうか、まあ、党内保守派といっても自民党は保守政党なんですから、保守から支持されないような主義主張をしている人が総裁に本来は慣れっこないんですけどね。うん でもなってきた経緯があると、まあ、これちょっともうちょっと後でも述べますけれどもで、保守派から見れば原発も女系天皇の問題も政策の根幹に関わる問題で、選挙で立場を変えるような軽い話ではないからだ、ね、表目当ての思惑は見え見えで、むしろ反発を呼ぶかもしれない、私は逆に開き直って、大問題だからこそ一から議論する結論、結論がどうあれ、それでこそ国民の理解を得られるくらいを言ってもらいたいと思う、まあ、これは長谷川さんの、ね、希望ですけれども。でね 世論調査の人気投票で河野氏を追う岸田文雄前政調会長は、敵基地攻撃能力の保有について有力な選択肢。武力攻撃と断定できないグレーンゾーン自体につい,てついて法整備を検討。経済政策については新自由主義と決別すると踏み込んだ。優柔不断な印象がある岸田氏にしては、えー、はっきり言ったと評価したい。だからこちらも本心か、本心はどうか。 敵基地攻撃能力の保有でも、グレーゾーン自体への対応でも、本当に新たな法整備を進めるとなったら、中国の猛反発は避けられない。ところが岸田氏の本領は、2冊の著書の題名にあるように、岸田ビジョン、分断から協調へ、講談社核兵器のない世界へ、勇気ある平和国家の方、日経 BP といった典型的なハト派路線なのだ。これらの本が出版されたのは昨年9月と10月だ。わずか1年で急に高派に変身したとは思えない。こちらも河野氏と同じく、党内保守派の支持を得たいという思惑ではないか。 高市早苗前総務省はどうか敵基地攻撃能力の保有やグレーゾーン自体への法改正はうに及ばず靖国神社参拝も続けると明言している人気投票で劣勢が明白なので今更高派の立場を曖昧にする必要はないと割り切っているようだ告示前日に出馬を表明した野田聖子幹事長代行については今後打ち出す政策を注目したい党内の論戦はこれからが本番であるマスコミの記者たちは候補者たちの本心を引き出そうと手ぐすねを引いているだろう質問攻めにあって候補者 思わぬ出現をしたり動揺するる場面もあるかもし、れないそういう時こそ候補者の本音が透けて見える逆に言えば本音や動揺を引き出せないような議論は無用だ候補者の違いが浮き彫りになるような質問できるかどうかありきたりの質問と回答だけは願い先にしてもらいたいということで、はいあのー、これがねでここで実は高市早苗候補が、まあ、河野太郎候補にとって厄介な相手になったわけですよね。あのつまり えー、まあ、と、討論でもそうですし、記者たちの質問もそうなんですが、その、安国参拝どう思いますかとかね、あの、夫婦別姓どう思いますかとか、あの、皇位継承はどう思いますかっていうのが、 もう本当に争点になっちゃったんですよ。で、逆に言えば、高市候補の、高市候補を貶めるというか、そのメディアの一部がね、高市候補を貶めるとか、高市候補をその右翼みたいに見せるためには、この人安くに行くんですよ、とかね、安くにこだわってるんですよ、とか、あるいはこの人は男系男子しか恋益主を認めないんだとかね、風別姓を認めないような偏教な人間だ、みたいな、そういう風なのを打ち出したいがばかりに、メディアは高市氏、 を念頭においてそういう論点をどんどん突きつけたわけですけどこれが逆に河野候補や岸田候補を揺さぶっちゃったんですね、裏目に出たんですよ、はいまあ、マスコミもそこまでちょっと考えてないのかもしれませんけれども、でも、そうやって結果として裏目に出たので、それで、まあ、高市候補は逆にあの、まあ、開き直ったというか元からの主張を言ってるだけでもある,あるんですがあ、この人は。まあ 例えばね <laughs> 政策のことをあまり詳しくないとかあるいは靖国神社自体のこともあまり詳しくなくてもあなんか今一貫してるじゃないかとあ堂々と言ってることがもうねはっきりしてるじゃないかとそういう態度にあの打たれて高市氏に変わった人もいたはずなんですよえところが河野氏や岸だし特に河野候補を元から支持している人にとってはですね河野候補の言ってるころがコロコロ変わっちゃうと高市氏に引っ張られる形でなんかこういやいやなんかあの、女系天皇でいいじゃないかというとまずい。 ということで引っ込めちゃったとかね。まあ、まあ、まあ、別にいいとか悪いじゃなくて、河野候補を支持してた人の中には、河野候補が女系天皇を容認だから支持してた人もいたかもしれないし、原発原発で言ってたから支持してた人も、今、板に違いないわけですけど、それをね、まあ、撤回やぼやかしになっちゃうと、なあの河野さん、それは、こっちが期待してたことをやってくれないのかってなって、これ、支持離れちゃうわけですよね。まあ、あの、その点では高い、その点でも高市候補はグッジョブなんですが、で、そういうことの、ちょっとずつのね、 積み重ねででで、えー、さっっききのよううなな投票結果ににたということいこが容易に想像できるわけですだから逆に言えばそういうのを予測できないというのであればまあ、うん、まあ、橋本さんだけではないですけどねそんななんか自分の希望的観測みたいなのも含めてなんかもう河野さんが本命だとしか思えなかったような人というのはやっぱりなんか政治を見る目っていうのがあんまりないのかなというふうにちょっと考えざるを得ないところではあります。でえー、<laughs> この はい。これ、ゆう、これ、勇敢富士だからね。なんかこう、高市さん B 期だから、こうやってんだと思うかもしれませんが、まあ、そう、そうでもないメディアであるフライデーを見てみましょうか。はい。これ、フラこれもあの、投開票前です。フライデーの25日のニュースですけれども、えー、河野は危ない。安倍前総理が恐れる自民リベラル派の大復活。えー、新型コロナウイルスの影響で、数々の歳事が延期や中止、えー、規模縮小を余儀なくされる中、別世界のような戦いがヒートアップしている。数々のドラマを生み出してきた自民党総裁選で、 である連日メディアが取り上げる日本最高峰の権力闘争は新総裁が選出される9月29日までお祭り状態が続くその熱気の裏にあるキングメーカーたちの辛抱・遠慮は小説よりもきなりである、えー、間のちょっと余計なニュースはちょっと置いといてえー えー、3A か 2FS かこれこれ読み方いまだにねあの一定したものがわからないんですけども 3A か 3A ねえー、報道各社の世論調査はほぼ同じ傾向が見られる発言力があり国民の人気も高い河野太郎ワクチン担当省がトップを走り2位につけるのは安定感を見せる、えー、岸田文雄前政調会長次いで保守派を代表する高市早苗元総務省4位はリベラル系の野田聖子さんというような記事なんですがまあ 3A っていうのはねえっと安倍麻生あまり だとね、よく言われてますけれども、ででこの中でねあの、安倍さんの思惑はこうじゃないかって書いてあるところがちょっと興味深いんですが、はい、安倍最大の懸念、はいで、保守派が嫌う女系天皇容認や脱原発の主張から、ね、こうのは危ないと漏らす安倍氏が今、懸念しているのが自民党内の保守派対リベラル派の争いが激化することだ、今、安倍氏の頭の中では2007年の記憶が蘇っている、保守色の強い第1次安倍政権が倒れたあと、次の福田康夫政権で リベラル勢力が対等保守派はもろかったと悔しがりその後審査をなめた仲間たちを見てきた安倍氏は河野氏が圧勝し再びリベラル色が強まることを恐れているハト派と言われる岸田氏を 3A で引き寄せているのもリベラル派の分断を狙ったものなのだ 結論を先に言えば、すでに安倍氏の負けはない。総裁選で河野岸田のいずれが選ばれたとしても、保守派を代表した高市氏が1回目の投票で3位を獲得すれば、その数を、えー、背景に党、党運営で保守派の存在感を示すことができる。高市氏が河野氏に次いで2位となれば、決選投票で岸田氏体度に協力を呼びかけて、高市総裁を誕生させ、2012年からの安倍支配の維持が可能となる。安倍氏の戦略に負けはないのだ。ということで、でこの記事の解 方を見ても、まああの、安倍さんのことを決してよくは思ってないというか、ね、安倍さんを褒めたたえようという意思がみじんもないことがわかるんですが、まあ、これ重要なのは、ね、あの高市候補を安倍,さんが安倍元総理があのえ、まあ、あの支持したことで、ね、かつ、えっとまあ ああの高市候補があれだけ躍進したことで結局、河野対岸田の決選投票になれば決選投票の時に、まあ、高市票が上乗せされた方が勝つという構図になって な、なりさえすれば、もう、あの、安倍さんのおかげで自分が総裁になれたとなるわけですよね。どっちが首相になっても。で、えー、まあ、でも逆の言い方、私は逆の考え、言い方で考えたいんですけどもだ、で、逆に言えば、安倍、安倍さんの支持を得たからには、もうそういう決選投票で、えー、あの、自分が、 ね、上乗せした方が勝つというぐらいの構図に持っていかないとこれはもう安倍さんに申し訳ないあるいはもっと安倍さんの支持者にも申し訳ないとばかりに高市候補や高市陣営がもう死に潜んで戦ったという結果でもあると思うんですよ、はい、で, <laughs>、えー、でその安倍氏があの懸念しているのは何かというとあの、まあ、自民党リベラル派の復活と。ね で自民党リベラル派の復活って、まあ、リベラルっていうのは何かっていうのは、ね、今から。 お伝えしますけれども、まあ、つまりは、ね、ここに書いてありますけれども、保守色の強い第一安倍政権、まあ、これも微妙ですけどねあの、保守色が強いと期待されたんですが、まあ、いわゆる保守層が期待するようなことを、例えば、まあ、すぐに安国に参拝しろとかね、まあ、まあ別にあの言うことのピントがずれてはいたこいたような面も多々あるんですが、まあ、例えばその拉致問題だってすぐに解決すると、まあ、私もぶっちゃけ思ってました、第一次安倍内閣が成立したときに、安倍政権になったら拉致問題が速攻解決するだと、速攻で北朝鮮に乗り込んで、おら、 まあ解散会ぐらいの勢いでやってくれと思ってたらそれが進展しなかったり靖国神社あまり行かなかったりいろんなことで安倍政権の支持が、まあ、その保守派からも戦えたっていうのが、ね、ちょっと痛恨でしたけれどもであのそれが倒れた後、まあ福田康夫みたいな方があの、ね、総理になったりとかあとは自民党が まあ言うなれば、あの、岸内閣の反省でリベラル方向に行かないとみたいな、まあまあ政治学ではそういうふうに説明されてるわけですけれども、まあそういうふうにちょっとあの、保守色を消すようなね、作用にちょっと触れてしまったっていうのがね。で、で、そ,そっちに触れたにもかかわらず民主党に負けちゃったから結局その努力も無駄に終わったわけなので、まあそ,そういうのは無駄ですよっていうのもちゃんと教訓として取らなきゃいけないんです。あの、教訓としてちゃんと生かさなきゃいけないんですが、まあそういう事態も含めて、まああの自民党を本来 本来の保守政党をたらしめるべくあの尽力してきたあの安倍政権、まあ、安倍首相にとってはですねあのそれと相反する方向がまた生まれてしまってこれはまずいと、でも逆にはその自民党が保守・保職を維持したからこその安倍第二次安倍政権長期政権だったはずですから、まあ、そういうあたりを、まああのー、打ち消さないような。 あのまあ、流れというのをやっぱり作らねばならない、まあ、これは安倍元首相のなりの使命感だと思います、でこの,その党,党内リベラル陣営が復活する、リベラル職が復活するというのが、まあ、なぜそんな恐ろしいかということなんですが、まあ、その <laughs> リベラルという言葉の、ね、定義にもよるんでしょうけれども、結局、リベラルを称する人たちがあの主張しているのが、やっぱりあの女系天皇容認とか、あのまあまあ、国の根幹に関わる順に言えば女系天皇容認とか、まあ あのまあ、家族制度を見直しみたいな感じで、まあ、夫婦別姓を含む、まあ、家族制従来の家族制度がどうしてもちょっと崩壊したり緩,や緩くなってしまうような、えー、方向とかあるいは、まあ、もちろん国体に関わる問題かといえばそうではないんですがやっぱり反原発とかですね、まあ、そういうところをやっぱりリベラルと称する人たちはあの主張しているわけで,でそういうのがはびこってしまうと。やっぱりあの まあ、保守政策がガラガラと音を立てて崩れるとそういう危機感は当然自民党内にあるわけですだから河野さんではまずいというのががぜんね 総裁選の途中からがぜ増えてきた。しかも、しかも、河野さんは途中で、なんか、いや原、原発についても、女系天皇についても、必ずしもそうではないって誤魔化したわけですね。でもごまか、誤魔化、誤魔化したところが、その、例えば、まあ、今日は取り上げませんでしたけれども、えー、田原総一郎さんが、なんかどっかの番組でですね、なんかこう、こう河野太郎にはこ、ここを言ってやってんだよ、みたいな感じでね、あの、河野太郎はそういう本音を隠して、もう総裁になっちゃえ、みたいなことを言ったとか言って、なんか、そんなこと言ったもんだからあ、河野太郎は本当はリベラルのままなんだ、みたいなね。 ばれバレちゃったわけです、ね、ババレちゃったというか田原,さん田原さんにこう言われて逆にあそうかもしれないぐらいに思ってしまったと結果として河野太郎を応援するつもりで言った田原総一郎の目論みが逆に裏目に出たわけですけれども、まあ、いずれにせよですよ。 あの、保守政党が保守政治から離れる、あるいは保守政治、保守政策と逆のことをしようとするということ自体のおかしさというのを、ちゃんとあ、あの、当たり前に考えなきゃいけませんし、それに危機感を持つ安倍さんの、まあ、危機意識は、まあ、当然のもので。で、それ、それに沿って行動したら、やっぱりもう高市さん支持にな,らなるしかないというのがね、普通に考えてわかると思うんですけど、まあ、それをなんかこう、あの、あ安倍さんがまだ権力維持したいからとか、そういうしょうもない視点でしかも、まあ、 見れなかったり、あるいは無理やりそういうイメージ作りをさせようとしているメディア。ね、で、そして、そのメディアに、まあ、残念ながら、まあ、騙されちゃったり、惑わされちゃったりしている人たちと。まあ、そういうの、こういう構図があるというのが、今の、まあ、正解、そして、正解を取り巻く。えー、まあ、メディア、ええ、メディアという世論状況ということになるわけでございますけれども。で、後半はですね、このリベラルですよ。ね、だから、まあ、河野太郎氏に代表されるのは、その自民党内リベラル。がどうなのか。 という話がよくね議論に上るんですけれども。 まあ、リベラル自体がいいか悪いかという、あの、議論というのはあまり意味がなくてですね。まあ、あの、重要なのは、この、特に戦後日本において、リベラルというね、えー、言葉自体が歪められてきたということなんです。まあ、リベラルは日本語で言い換えれば自由主義というふうに言われ、まあま、あ自由主義というのはその、まあ、だから自由主義的なぐらいの意味ですね。だから自由主義というとリベラリズムになるわけですけども。まあ、リベラル、あるいはリベラリズムというのが、まあ、これ本来はどういう意味なのかということで、 はいまあ、政治学上の定義にもなりますけれども辞書で引くとこう書いてあります。 あの、まあ、なんかもう、あの巷の安っぽい、あの政治学者もどきとか、なんか評論家。ちょっと下手,下手っぴな評論家が言ってることは、ちょっとこの際一切忘れてもらって、辞書的にはこういう意味ですね。政治的に恩健な改革を目指す立場を取る様、ね、アアであ政治的に恩健な革新を目指す立場を取る様。本来は個人の自由を重んじる思想全般の意だが、主に1980年代の米国。レーガン政権以降は、保守主義の立場から、逆に個人の財産権などを軽視。 して福祉を過度に重視する考えとして革新派を批判的に言う場合が多いとこの説明でも、まあ、ちょっといやいや語り尽くせてないところがあるんですけれども、穏健な革新というのはまず一つですよね、はい、あの単,単に革新とか改革、ましては革命を起こそうなんていうのはリベラリズムじゃないわけですよ、本来の守り革,革,新、まあ、革新もそうですし、特に改革とかもね、改革というのは守るべきものがあった上で改革する。 例えば、高市早苗さんも、最初政界に入ってすぐの頃に、その、リベラルズというね、政策集団、まあ、政党、 のの一歩手前みたたいいな感じのあのところにいたことがあります、まあ、あの政策集団、リベラルズというもので、まあ、あのいわゆるあの柿,柿沢自由党とも言われたんですあの小沢一郎の1990年代の自由党と区別して柿沢自由党と言われたんですが、リベラルズというとところだという名前のところだったんですけれども、えー、そこのボスが今言た柿沢自由党といわれたその柿沢康司、えー、これ今、今、東京都議会議員を経てあの衆議院議員になられているあの柿沢未登 議員のお父さんですけれどもで、そのリベラルズのトップであった柿沢浩二議員は、これ、外務大臣の時に集団的自衛権を行使すべきだみたいなことを言って、わーっとこうメディアや野党から非難合々みたいな目にあった、まあ、そういう方ですから、逆に、まあ、当時で言えば間違いなく保守の側ですよね。 で、そこに高市早苗議員もいた。で、まあもちろんあの今とそんな主張は変わらなかったわけですが、まあついでに言うと、あの、その後に、えー、旦那さんになる山本拓議員もいらっしゃったわけでございますけれども、で、まあ、で、そのリベラルズが自由党という名前になったので、まあ自由党って言った時に、まあじ何でもかんでも自由にしろとか、そういう意味では当然ないとは思うんですけれども、もともと自由民主党だって自由党と民主党がね、くっついて自由民主党になったわけですから、その、あの、単なる、まあ、あの、 革新,革新的な自由というのを追い求めるという意味ではない。 それがなぜあのなんか何でもかんでも自由とかあるいは従,従来の,あの,あの,なんてうの伝統的な価値観を壊したり否定したり軽視したりするのをリベラルとか自由主義というようになったのかという話を、ね、今してるわけですけれどもでこっちの定義に戻りますと、まあ、政治的に穏健な革新を目指す立場を取る様まひ、あ、と言で言えばここまでなんでしょうけれどもでその続きですね。本来は個人の自由を重んじる思想全般 まあ,あの個人の自由によって、まあ、例えば資本主義とかもねそうですよね資本主義というのは、えー、いわゆる社会主義統制経済の,たあの反対側の意味ですけれども、えー、結局あの統制経済は。<laughs> 国が言った通りにあの言ったもの、言われたものを言われた期間までに作ると、まあ、これがあの、まあ、統制経済、社会主義経済でございますけれども、自由主義経済というのはです、ねあの、好きなものを好きなだけ好きな時までに作る、こういう資本主義の元となっているわけです、まあ、だからそういう意味も含めてあの、個人の自由を重んじる思想全般の意だがと、でおというのに加えて、主に1980年代の米国・レーガン政権以降は、まあ、米国 アメリカのレーガン政権とかイギリスのサッチャー政権があの新保守主義と名乗ったわけですが保守主義の立場から逆にてかレーガンやサッチャーとは逆に個人の財産権などを軽視して福祉を過度に重視する考えとして革新派を否定的に言う場合が多いでその時に、まあ、レーガンやサッチャーはあの別に自分たちは自由主義を否定するつもりはないんですとリベラルを本来否定するつもりはないんですが今 その、その当時ね。まあ当時、今もそうかもしれませんし、その当時、八十年、1980年代の当時に、リベラルを、あの、称する勢力というのが、そういう、なんか個人の財産権を軽視して、福祉を過度に重視する。だからもうなんか、あの、潰れかけてる企業があったら国が助けてくれよとかね。あるいは、生活をどんどん出してくれよみたいな。まあちょっと今日本で起きてるような問題、思想的問題かもしれませんけど、そういう、 リベラルををする、そういうい勢力を、まあ、批判したわけですよね。でしかし、自分たちはリベラルをあの否定するつもりないから自分たちの主張というのはあの保守主義であり、えー、保守主,主義であると同時にニューリベラリズムだと新自由主義だと言ったわけですね。はい で、その今の、まあ、ちょっと保守派の一部の中には新自由主義批判とか言う人いますけども、そのし、そこでいう新自由主義批判というのは、まあ、まあ、言うなれば、レーガニズム、サッチャニズムの批判ということになるわけです。主に経済面でのね。はい。まあ、新自由主義批判とか言って、こう、協情主義的に言ってる人たちの思想も、私はなんかどうかと思うというか、ほんと、に新自由主義とか自由主義を、あの、理解してるのか、危ういところがありますけどね。まあ、だから、つまり、あの、そこで何が言いたいかというと、リベラル、 と保守主義が反対のみ、リベラルでなければ保守主義、保守主義なければということではないということなんです。これがまず重要なんですね。だから、リベラルというあの概念が保守主義を批判、だからこのさっき言った定義の逆ですね、リベラルを称する人たちが保守主義をね、批判する文脈でリベラルを称することが多いんですが、別にリベラルと保守主義は、あのー、なんか矛盾しませんよと。 むしろ両立すする面もありますよとだからあの経済的自由主義なんてのはあの保守主義と全然ね親和性が高いですから逆に経済的リベラリズムを否定する社会主義こそがねあの保守主義の真反対なわけじゃないですかで,で、まあ、いずれにせよ今私が言ってきたことを聞いてるうちにじゃあじゃあ結局じゃあリベラルっていう名乗ることに何の意味があんのということになるんでしょうがただリベラルという言葉は戦前,の戦前から日本でも一定の意味や意義はあった たんで,すで、戦前、例えば戦前ですよ、まあ、戦前から戦後にかけてというのがあの正確な言い方かもしれませんが、戦前から戦後しばらくにかけて、まあ、リベラリスト、ね、日本でいうリベラリスト、あるいは自由主義者、 と言われる方々がが活躍しした時代がありましてで、その代表格とされるのが、例えば、私が先日、丹波市で講演させていただきました、まあ、芦田仁首相とか、あるいは同じ総理大臣経験者で言えば、えー、石原丹山、えー、首相ね、えー。この、あ、違う違う石橋丹山首相。で、あの、この芦田仁さんは外交官出身。で、石橋丹山さんは、まあ、東洋経済、あの、ジャーナリスト出身でございますね。あとは、まあ、政治家にはならなかったんですが、同じくジャーナリストの 沢清この方もリベラリストの代表格とされています。 でさらにあの、まあ、戦闘的自由主義者と言われて、まあ、最近また注目されてきている河合英二郎、この方もまあ自由主義者、リベラリストの代表格とされていますが、この方々は決して、個人の財産権を軽視して、なんか何でもかんでも国が福祉あになんて、全くそんなこと言ってないわけですよね。だからその、いわゆる今,今のなんか、あまあ、ま,ましてやなんか女系天皇でいいじゃないかとかねなんか家族、家族制度なんていらないじゃないかとか、えー、あるいは、安くにじゃいかないとか、まあまあ、と戦前は安くにじゃいかないなんていう人はほぼいなかったでしょうからね。まあ、ちょっと今とは もちろん議論の軸がずれて当然なんですが、であの <laughs> 自他ともにそのリベラルと言われていたこの方々に共通している価値観が、決定的に共通している価値観が一つなんです、それは彼らが共産主義を否定していたことなんですね、あるいはソ連を批判していたことなんです。はい ここは重要なんですね結構ね、この4人が、例えば結構、リベラリストたちの、なんかこう、戦前のリベラリストたちはこうだったとかいう本とか結構出てるんですよ。まあ、一番対象になってるのが、まあ、おそらくは河井英二郎と石橋丹三あたりが一番ね、研究対象に、あの歴史学会ではなってるんですけど、で彼らがあの軍国主義と戦った、こればっかり使用されてきたんです。特に川井英二郎なんてのは、あのは、ー、あ ね、そのお弟子さんたちがまたこ,この方東大教授でしたから東大時代のお弟子さんたちが、まあ、この人は、ね、あのせ戦,前戦前とか戦時中に。まああの 書いたものが、なんか軍部を批判したんじゃないかと、今の日本を批判してるんじゃないかと言って、発禁処分になって、で、裁判にもなって、で、えー、そういう、あの、裁判で大変な最中に、しかも戦争の最中に亡くなるというね、まあ悲劇の最後を遂げるわけでございますけれども、で、えー、しかし、そのお弟子さんたちが戦後、河江栄次郎を再評価しようということで、河江栄次郎さんこそがね、まあ、リベラリストの代表格だった、理想的なリベラリストだったと言った、そこまでは良かったんですけれども、河江次郎先生は、軍国主義と戦ったんだって、そっち、 強調しちゃったんですよ、はい、いやもちろんね表向きは軍国主義とも共産主義とも戦ったと言ってはいるんですけれどもでも共産主義と戦った河合英二郎なんてねそういう風な触れ込みの本って私見たことないですよ、まあ、しかし私はそれに疑問を感じて実はねもう10年ぐらい前になりますけど当時あの教えていた大学の起用あの大学の大学の 学,あの学術論文の,、ね、あの雑誌で、はい、あの川井英二郎、まあ、反共知識人としての川井英二郎について論文を書いたわけですよ、つまり、まあ、も,もちろん川井英二郎もその、そのリベラリズムはあの、まあ、すごく大雑把に言えば、全体主義に反対するという意味で、まあ、自由主義と言ってるわけですけれども、当時の,、まあ、あの現実的なあの脅威としては、全体主義といったときに、何が一番恐ろしい全体主義だったかというところ間違いなく共産主義なわけでございますよね。しかも日本 をだからだって天皇を否定してるわけですからね、あの軍国主義って別に天皇を否定してないわけですよ、まあ、もちろん当時日本が軍国主義だったとは私は思ってません、うん、当時の日本だって、今日本は軍国主義でございます、軍国主義日本でございますとか、そんなことは言ってないわけです、まあ、一部の共産主義者みたいなのが今の日本は軍国主義だと,今と同じように、ね、言ってたかもしれませんけれども、えー、だから,あ、まあだからいわ、いわゆる鍵格好付きの軍国主義は別に天皇の存在、国体を否定しないわけですが、共産主義は、 主義というのはね、これ、あの天皇の存在を否定してるわけ。だから、日本にとって一番脅威だったのも共産主義に間違いないわけですけれども。で、こう、こういうあの知識人たちが、えっと、まあ、その例えば。 研究所とかね、あの、電気とかで、やっぱり争点になるのは、シナ事変、日中戦争から大東亜戦争、日米戦争までの間、どういう主張をしたかっていうのが、あのー、結構ね、の争点になって、いろいろ議論が展開されて、今も展開されてるわけですけども、で、ちなみに河合英二郎は、私も論文書くときにも徹底的に調べました。河合英二郎は、シナ事変を否定してないんですよ。 でえー、これを、ですね瞬な事件を否定しなかった、いやむしろ支持した中国と徹底的に戦わざるを得ないということを支持した、うん、その理由として、これ、河合二郎の弟子筋とか、今の大方の研究者は、です河、ねまあ、川英二郎を否定的に捉えない大方の研究者はどう言ってるかというと、河合二郎先生は自由主義者であり、議会主義者であったと、だから自由主義の行き着くところは、まあ、あの独裁政治の否定だから、つまりできるだけ、それこそご箇条のご専門で、明治天皇が言ったように、多くの、 あのできるだけ多くの国民が、有権者が参加して、決め事をして、そ,のそれで決められたことに基づいて国家が行動することが理想だとしている、まあ、議会主義というのが一つ派生するわけですけれども、その議会主義の観点から、当時、あの中国をやっつけろ、ね、なんかもう日本の出先の軍人をあの勝手にぶっ殺したり、あるいは盧溝橋事件みたいに勝手に発砲してきて挑発してきてとか、うそういうとんでもないことをやってる。<laughs> 中国は懲らしめろと、防止要庁なんてね、そういうあのキャッチフレーズもあったわけですけれども、その防止要庁みたいな感じで、議会でもですね、にあの西、えっと、シナジ編、中国との戦争を、あのまあ 最初は分かりませんでしたけど、だんだん戦線拡大してくると、それを支持する人がどんどん増えていったわけですよ。で、まあ、それと共産主義的政策は分けないけれいんですよ。途中で国家総動員法とかね、電力国家管理法みたいなのが出てきたときは、これは共産主義政策じゃないかということで批判されたわけです。あれ、あれだってね、教科書は嘘書いてます。教科書は軍国主義政策みたいな感じで書いてるんですそうじゃん。共産主義的政策だからみんな反対したんですよ、議会はね。 電力国家管理法とか、国家総動員法。で、共産主義政策だって反対者に対して、佐藤憲良というね、あの、軍事会員が、あの、黙れって一括したっていう、それ、それが本質なんですけれども、ちょっと、ま、それは置いといて、で、その河合次郎先生は、その議会主義、議会を重んずる立場から、もう議会で多数が、あの、品事変、日中戦争を、あの、支持してるんだったら、これはもう支持せざるを得ないというね、消極的に支持したみたいに、こう、河合次郎のことを評すること人がほとんどなんです。えっところ 実際はですね河井英二郎はあの、まあ、日誌問題論とかその当時の,、ね、あの中央公論みたいなあの知識階級がみんな読んでる雑誌とかにあの投,稿投稿した、掲載した論文とかを見るとです、ね、で、えー、あと日誌問題論っていう有名な論文と外交の革新っていうその次の号に載った有名な論文、これは公共事件の直後に相次いで書かれたわけですけれども、はい、あのこの戦いは、その 反響の戦いであるということを見抜いてたんですね。はい で反共の戦いっていうのはただ単に日本と中国との間だけで行われているのではなくて世界を広く見るとスペイン内戦とかでもうすでに共産主義がそういうふうなところにはびこっているんだとスペイン内戦で皆さんわかりますねあのフランコ将軍がスペインでえ反乱を起こしてそのフランコ将軍をドイツ、イタリアが支持して、まあ、スペインの内戦が激化してでスペインがあフランコが、えーまあ、あの国王を追いやってこうあの 政権の座に着くわけですけれども、で、それに対して国際旅団とか言って、そのファシズムに反対するとかいう名のもとに、まあ、有名でこれればヘミングウェイとかね、ああいう作家、なんか今でも、今日本とか、まあ、あるいは世界でも、なんかちょっとあの、ね、何かの政治行動を起こすぎには有名な作家とか出てきたりするわけですけど、当時は、まあそういうこと、ヘミングウェイっていうのも当時から有名な大作家ですけれども、そういう方々が呼びかけ人になって、あの、ファシズムに反対する人は武器を取って立ち上がれってことでわーっと集まるわけですが、 それの輸送手段とか武器とかを調達しているのがソ連だということなんですよ、まあ、これ、最新の研究では、ね、最近ようやく、ね、その裏も大体分かってきたんですが実は河井栄次郎先生はですねあのそういうことをあの、まあ、今、最新の研究であった日本人の研究者とかも指摘するようになってきたことを実はもう当時から、ね、そう睨んでたと、ね、ミルクボーイじゃないけど俺はこう睨んでんるのよと、ちゃんとあのスペイン内戦というのもなんかこう。あの ファシズム対自由主義の戦いみたいに言ってくるけど、その自由主義を称するその国際ドランの中にこう相当共産主義勢力とかソ連のなんか手先みたいなのが入り込んでると、こういうふうに共産主義がどんどん広がってる。それを考えると、今のね、今のっていうのは当時の,その日本と中国の間の戦争状態においても、これあの、共産主義に重々気をつけなきゃいけなくてで、その共産主義をやっつけるための戦いとしては意義があるという、そういうあの肯定的な評価をしているわけですよ。だからこれだって別に 河井英二郎さんがあの戦争を好んでいるとか中国をやっつけるとかそういうレベルの低いことを言っていたわけではなくて、うん、この戦いは反共の暴共の戦いなんだと共産主義を防がなきゃればなんだ,とだ自由主義というのは共産主義を防がなきゃいけないからそれを防ぐための戦いだと言ってたわけでね。はい まあ川栄城だけの話をしてもあ,のあれなんですけれども、そのその他の人たちも結局は、まあ、もちろんあの事変の拡大に彼らは反対したんです、まあ、英米協調主義の立場から反あの特に石橋丹山や清沢清は反対したんですが、ただ、その同じく問題意識にあったのはやっぱり暴境でございますね。だ、まあ、だからあのか彼ら彼ってその 事変拡大に反対した理由としては逆にその共,共産主義を防げなきゃいけないという問題意識は川江二郎と共通で,で共産主義を防げなきゃいけないもんだから、えー、逆に事変拡大に反対し事変拡大すれば共産主義に浸透の余地その、火事が泥棒的に拡大しちゃう余地を与えてしまうということで反対したわけです。でえー、特にねあの、まあ もう一つ、その自由主義者たちの特徴として、今の本でよく書かれるのが、まあ、フ,ァファシズムに反対したと、ねえー、ドイツとかイタリアみたいな国家を、まあ、ちょっと疑問に思う、そういうのを懐疑的に捉えてで、なおかつ日本がそういう同じようなファシズム国家になってはいけないというふうに、えー、警告をはたまた、あ、これはこの4人にも共通してるんですが、でえー、この4人もです、ね、あの日独位三国同盟に反対しているわけです、で日独位三国同盟に反対したことをもって、彼らはやっぱりファシズムに反対したから反対したんだって、 っていう言い方をすぐするんですがもちろんファシズムに反対するという観点から反対したことも間違いないんですがもう1つ重要なのはです、ね、三国同盟、日独一三国同盟これも今の教科書では日本とドイツとイタリアの3カ国の同盟としか書いてないんですけれどももっと重要なのはです、ね、その当時それを推進した松岡洋介が日独一三国に加えてソ連も。 同盟に引きずり込もうとしたわけで,すよでと、えっと、まあ軍事同盟としては日独遺総軍事同盟にはならなかったんですけれども日独遺三国同盟プラス日ソ中立条約これを合体させて松岡洋介としては四カ国同盟にしたつもりになってたんですね。でまあまあ、ちなみにそれはは結局はあの 独ソ戦、その結んだ直後の独ソ戦で、もう全部パンになっちゃうわけですけれども、だからもう外交の大失敗なわけですけれども、その日独異ソというふうな流れ、つまり、あの、英米を牽制するためにソ連と結ぶことに、この4人はもう大反対してたわけですね。ソ連というのは絶対これこれやばい国家だと、こんなのと結んじゃダメだと。で、結んだとしても、あの、国際審議なんで彼ら守るわけないということで、ソ連と、まあ、 一応、日ソ中立条約は,中立条約はまあ同盟条約ではないんだけれどもソ連と結ぶよに反対した、だから日独位、三国同盟プラスソ連が加わってくるというそういう流れで反対、それを反対したというね、そういう指摘がやっぱりあの彼らの評価とか伝記には完全に抜けてるわけです。まあ、だから結局はね 彼ら、リベラリスト、戦前の代表的なリベラリスト、自由主義者の立場としては、そのリベラルの本当の敵は共産主義なんだという、これがかん、あの、 一番重要な,な、重要な一致点なんですけれども、こういう話が今の歴史の教科書はもちろんのこと、まあちょっとしたそういうね、リベラリズム研究でも大変こう、あの、抜けている、スルーされちゃっている課題なんですね。まあ共産主義を言い換えれば左翼全体主義ですよ。左翼全体主義。つまり右翼全体主義が、まああのファシズムだとすれば、左翼全体主義が共産主義ですよね。で、さっきも言いましたけれども、軍国主義だったら、まあ当時軍国主義という言葉は一般的でなかったんですけど、軍国主義 主義だったら天皇は否定されなんですけど共産主義だったら間違いなく天皇が否定されるので結局は日本にとって一番の脅威は共産主義だったわけですだから当然当時の日本の良心的なリベラリストにとっても一番の敵は共産主義だったわけですよねでも彼らが共産主義をちょっと抑えようとしているのに残念ながら 当時のコネ政権とかあと軍部の一角に共産主義にまみれちゃってた人がいたわけですよだからそういう人にとってはあの自由主義者が目の上の単国になってでもっと言えば治安維持法ありますよね治安維持法はもともと共産主義者を捕まえるための法律だったんですところが共産主義者たちが巧みに偽装して転向したふりをしてコネ政権とかに紛れ込んでくるわけですねとすると今度だから表向きは共産主義者たちはもう、まあ、弾圧されてというかね捕まっちゃってほぼいなくなったでもあの 治安維持法やあのあと特攻は存在し続けるわけですので彼らが次にターゲットにせざるをなかったのがこの自由主義者なんですねその自由主義者たちを、まあ、共産主義のなんかあの、まあ、慣れの果てみたい共産主義のなれの果てというかねあの、まあ、いわゆる、えー、国体論者ではない存在ということで、まあ、排斥するといいますか。まあ、その 監視対象取締対象にしてしまったというこれ,これも戦前日本の一番の過ちの一つなんですけれどもだから日本はね、あの共産主義、もうリベラルに,のにとっての敵も共産主義なんですが国体を守るという立場にとっても共産主義は敵なんですところが偽装共産主義者たちを捕まえることをせずに自由主義者たちを捕まえたりとかあの検挙したりとかしていっちゃった。 という、していくという方に治安維持法が昭和10年代以降使えちゃったというね、えー、こういう、あの、錯誤があった。これがやっぱりもう一つ重要な点であります。で、えー、この河合英嬢についてはね、特に取り上げたのは、まあもちろん私がちょっと、あの、論文を書いて研究してたということもあるんですけれども、えー、これ、えー、と、3年、3年前、二2年前かな、あの、の年末に、えー、安倍首相が、あの、 年末年始はこの本を読んで過ごしますというふうにあのこうツイッターしてた有名な投稿があるんですがその時に、まあ、百田直樹さんの「日本国旗」もあることながらこのもう一つ、ねあのあこれも、信長の原理というもう一つの小説といまひつが全体主義と戦った男河井英二郎でこれ、産経新聞記者の湯浅博さんが書いた本ですけれども河井英二郎の本を読んでるんですよ。ね だから安倍さんがなんか独裁主義者とか,、ね、なんか自由主義を踏みじる男みたいにこうメディアはわーわー言ってるんですが実は安倍首相は自由主義の価値を分かってるんです日本,日本が自由主義の国でないといけないということをちゃんと分かってるんですね、はい、でちなみにその川井氏の本を書いたのが産経新聞の記者というのもあの、ね、あのそ,そ,そういう構図としてはあの分かると思うんですけれども。まああの だから、安倍さんが独裁主義者で、なんかこう、あの、自由主義を踏みにじる人間だとかいう人はね、全くおかと違いのことを言ってるわけですけれども、安倍首相もそういう自由主義というものの価値とか、あの、今、世上で言われてるリベラリズムとか自由主義とか、いかにね、本来の、あの、定義とか、あるいは実際のあるべきあり方から離れた主張をしてる。なんか、反原発とか、女系天皇をリベラリズムと言ってる錯誤。ね、そういうものというのを誰よりも必死と感じてるんでしょう。だって、リベラリ,リ,リベラル、自由主義を、 共謀する人たちが安倍さんを徹底的に攻撃するわけですから安倍さんこそ自由主義を最も重んずる最小だと私は思ってるんですけれどもねであの、これももう、あのこの、えー、最近の,あの、えー、放送で、ね、何回も言ってますけれども、もう共産その例の,その共産党だって、えー、暴力革命路線を捨てた。 とかな、捨てたふりをしてるとか、まあまあ本当は否定、あの文面では否定はしてないんですけど、まあ捨てたみたいなこと言ってるんですけど、怖いのは暴力革命だけじゃないんですよ。ね。共産主義に、 まつわるような思想がリベラルというね、ほ本来は共産主義と真反対になるはずのリベラルを名乗って共産主義的主張をぶっこんでくる。それを教育とか文化、さらには政治の場であれ、それをメディアがまた拾い上げて拡散することでじわじわと広がってしまう。これがね、本当にあの静かなる革命なんですね。だから暴力革命は やっぱり暴力的な行動を伴うから一般の日本人が当然支持することとこれならないんですけれども暴力非暴力的な手段でそういう共産主義の理想とか理念そして政策を実現しようとするこの静かなる動きこっちの方に今や、ね、一番警戒しないといけないだから怖いのは暴力革命になるそういう非暴力的な国家変革転覆の方だということを、ね、考えるときにじゃあリベラルって何だったんだと。 共産主義的なことを言ってるよりはリベラルって乗ってるけど、これは本当にリベラルじゃないんじゃないかということも考えなきゃいけないし、で、えー、そういうところからですね、あの、こう、日本に求められるリベラルというものを積極的に打ち出して、だから今後の自由民主党も自由党と民主党が合体して自由民主党ですからね、自由民主主義の政党なんですから、本来のリベラルはこうだというところも、自由民主党から、まあ、岸田政権に始まり、その後の政権も積極的に打って出て発信してほしいなと。 いうふうに考えています。まあ、あの自民党総裁選の総括から、ちょっとまあ。 展開して、そのリベラルとは何かという話になりましたけれども、本来、自由民主党は、そういう保守主義とリベラリズム、自由主義を両方打ち出して、打ち出すべき政党なわけですから、そういうところもしっかりと、自民党自体でコンセンサスを得ながら、しっかりと、あがいものの議論を論破しながら、日本を進めていってほしいというふうに思います。はい、今日ちょっとごちゃごちゃした話で申し訳ありませんでしたが、また感想などお待ちしてます。どうもご視聴ありがとうございました。